森村左足裏へ狙う、うん、先に触ったのは群馬、しかしシュート来た来ました、町田1点を返した。手元の時計で後半27分、もう思いっきり振り抜きましたね。そうですね、変わって入った中村優也、分からなくなりましたね、まだね、この1点で。群馬の服部監督は次の1点だという話、その1点は町田に入りました、まあ、ここも背後ですよね、はい、最終ラインとキーパーの間、クリアボールを中村優也が予測しっかりして思いっきり振り抜くと、だ点になるときはすごくシンプルなんですよ、これ森村から中島のランニング、はい、すいません、不機能ですね、はい、そして松下より早く中村優也がボールに反応してセカンドボールを取って思い切って振り抜くと。そうですよね、ね、入れ方ね、今のも、もう一度左サイドからヘッド先制松田、体ごといきました、中村2試合連続サイド攻撃が実を結びました。まあ最初のねクリアでチャンス1回消えましたけども、その後矢沢ですよね、これ入れたのサイドからルーズボール、松本でしたか、このボールが良かったですよね、はい、ニアで引っかからないで、うん、でゴール前は中島とこの中村が突っ込んでいきまして、大きな声を出しているのは井上です。ちょっと誰が蹴るのかちょっとわからない感じですね、はい、左側でもだいぶ空いてますよ、キーパーの森村流してる、シュート入った、同点に追いついた中村、3試合連発、1対1、トリックしてきましたね、いや高幸さん、はい、これは千葉君が本当におっしゃっていた通り痛い展開ですね。いや痛いですし、まあ、マークがほとんどついてなかった状態ですよ ですね。こう今のはちょっと厳しい失点ですね。ドフリーですね、はい、この後の展開も非常に影響するんじゃないですか。なるほど、まあ、直接打ってくるっていう頭しかなかったんでしょうね、うんうん、いやでもそれでもね、うん、森村間を通した矢沢です。ここでいいですよね、矢沢はこぼれ球、中島狙っています、折り返してシュート、中村自身4試合連続のゴール、貴重な追加点、町田ゼルビア。うまく崩しました。今はそれぞれが小針さんいいポジション取りましたね。そうですね、まず矢沢がすごくいいポジション間で受けて、ここからですけど中村はここにいるんですね、はい、センターに待っていたのは鈴木浩二ではなくて中村でした。桑原さん、はい、中村選手は最近結果が出ているのは日々の積み重ねの結果、またここからゴールを積み重ねていきたいと話していました。その通りになりましたね。